平尾三平商店はかつて東京に存在した日本の化粧品メーカーである。1878年開業、1954年廃業、レートブランドで知られる。レイはフランス語で父を意味する語であり、フランス語を化粧品名にした日本初の企業である。ただし、レートは英語読みで、フランス語の発音では、レ。1878年、 静岡出身の初代、平尾三平が、東京市日本橋区幕路町一丁目六番地で、化粧品店を開業。これが、平尾三平商店の創業である。同年、化粧水、小町水を発売し、翌年1879年2月、野号を竹養堂とする。1891年、慶応義塾在学中の二代目、平尾三平の命名により、 ダイヤモンド歯磨きを発売する。この頃、初代三平は、彫刻家の後藤貞之や高村幸運との交流があり、特に、東京美術学校教員時代の高村には大いに、資金援助し、谷中に持ち家を持たせもしたが、高村は立儀に返済をしている。二代目平尾さん平成1898年1月、初代、平尾三平が死去、二代目が社長に就任。 同年6月、東京市日本橋区の明治座での新狂言公演、ジライア合決単語で、ジライア役の市川團十郎の背景に商品名、日本美人の看板のある、西木江広告を出した。1908年には、大阪に支店を出して、関西進出、同年、ダイヤモンド歯磨きを、金剛石木箱と称して、中国大陸にも進出、北京、天津、香港にも、 広告体を出した。二代目は広告に工夫を凝らし、1918年、クリームとお城いをセットした画期的商品、レートメリーを発売した。明治から大正にかけて、同社のレート化粧量は、大阪の中山太陽堂のクラブ化粧品と人気を競い、東のレート、西のクラブと称された。1874年深川生まれ、 慶応義塾生家を1891年に卒業した二代目平尾三平子と平尾修仙は古線修習で知られ新聞に広告を打って募集し古仙を買い集めた。1929年3月には平尾太郎名義で著書平尾三平商店50年史を。1938年同社の創業60周年を記念し、官営通り、 宝のような古銭を模した記念コインを発行する。終戦の古銭を所蔵する邸宅は、平尾霊徳賞として知られ、多くの和地の古墙宅本を制作した。この頃、京城にも進出し、現地紙、東亜日報に広告を打ち、京城三越百貨店のある中心街の本町に、霊徳レームと対処した巨大な広告塔を建てた。第二次世界大戦後の1949年、 同社は、デートに、称号を変更したが、1954年、会社構成法の申請が認められず、創業76年にして廃業した。現代音楽の作曲家、平尾岸尾は2代目、平尾三平の4男、作曲家、歌手の平尾正明は2代目、平尾三平の孫、共に、慶応義塾出身である。終戦の著書、昭和泉区は、 後の1974年に、コカヘイズロク、昭和泉ズプとして復刊した。ありがとうございます。